待てよ。万門の巻上。お前何者だ。その腕は。おいおい、例の一つも言えねえのかよ。だいたい兄貴がいなけりゃそこの侍なんか今頃化け物の腹ん中だぜ。いずこのものかは知らぬが、助太刀心より感謝する。いいってことや。これで村の者たちも安心して暮らせるだろう。ん？どうした兄貴？悪いな。兄貴は目が見えない代わりに心の目で見るんだよ。目が？目もなく腕もなく、あれだけの立ち回りを。そこが兄貴のすげえところさ。あっちこっちを旅しながらバッサバッサ。ちんけなやつは相手にしねえよ。狙うはとびっきりの強者、化け物、きちんと持って寸法さ。助けちん。毎度。ところでさ、ここらにえらく羽振りのいい国があるって聞いたんだけど、知ってるか？ならば我が醍醐の国のことだろう。あと半日も下れば城下の町へ入れる。おー、ありがとな。行こうぜ兄貴。お前名は？百鬼丸。百鬼丸。我が醍醐の国だってさ、いいもん着てたし、この国の偉いやつかもな。おい兄貴、行くぜ。面目ない、若、俺は。いや、責められるべきは、あの化け物の力を侮った私だ。道場でならば、遅れを取るとは微塵も思わぬ。だが本物の戦場に出れば。千なき見立てでございます。一介の流れ者と、この国を継がれる若とでは、そもそもお立場が違うのです。いい形でしょう。よかったら見てって。鬼の子生まれた真っ赤か、山の獣肉はしょうか、海の魚肉はしょうか、包んで流しても見えぬ。通りの真っ白い飯だ。それにあっちの、ありゃなんだ。こりゃ一日じゃ回りきれそうにないぜ。まずはなんか食おうぜ。マリキ、あっち芝居だってよ芝居。さても長きにわたり我が醍醐の民を苦しめたはこの鬼神が仕業なり。醍醐の主の名にかけてこの醍醐影光、いざ鬼神を退治てみせん。
南無大悲観世音菩薩、慈悲の光もて大悟の民を救いたまえ、我が殿を守りたまえ。すげえんだな、あのおっさん。おっさん？おっさんとは無礼な。あれはこの国を豊かにしてくださった漁師の影光様だぞ。そりゃまるで、兄貴みてえだな。奇襲は打ち果たしたり、逆らう敵はあまねく滅び、幾久しく末永く、第五の国は守られたり。そうかい、あの子たちには気の毒したね。坊さんもこの町の噂を聞いてきた口かい？まあね、このご時世にここだけ別天地じゃないか。どんなご加護があってのことかと思ってね。ここの領主が打ち果たした鬼神が祀られてるって話だ。ちょっくら見物してくるつもりさ。とうに死んだ化け物なんか何にもならねえや。おいらたちが用があるのは生きて暴れてる連中だ。そうかい。よっこらせ。あんた人を殺めたね。せいぜい気をつけな。そいつは本当かい？まあけど、確かにここじゃオイラたちの仕事はなさそうだな。もうちっと遊んだら次の町行って儲け話でも探すかな。兄貴って、兄貴万門のたたりじゃねえのかな。それのせいでここいらに雨が降らねえってのかね。し、めったなこと言うもんじゃねえ。車で通った村もさっぱり降らねえってよ。万一このまま続いたりしたら今年の秋は。兄貴、ありえねえ。大悟様のご領地は観音様に守られてんだぞ。けどよ、万門のあれが始まって以来だぜ。朝倉の動きもきな臭いし。そのよ、万門ってのは一体何なんだい？何？目も見えず両腕もない男だと？はい、おそらくは片足までも作り物かと。化け物を倒しながら諸国を旅しているとか。助けてもらわねば死んでおりました。狙うのは常に強い鬼神どもだと豪語しておりましたが、実際に巨大な化け物を一刀両断に切り裂いて、名は百鬼丸と。もともとは朝倉の軍勢からこの国を守る砦だったのよ。激しい戦で板塀一枚残して焼け落ちちまったが、初めて大悟の兵が朝倉の軍勢を退けた。影光様のご意向もここから始まったんだ。たっけえ兵だな。大悟の奥方様の守り観音、そのご加護が宿ってるってさ。けどな、この頃は朝倉が盛り返してきてね、捕らえた大悟の兵や患者を打ちつけるのよ。観音様のご加護を汚そうってんだ。それに惹かれた化け物どもが夜な夜な集まり始めて、今はもう誰も近づかねえ。昔影光様に打ち倒された鬼神のたたりもあるんじゃねえかって。兄貴、なんか感じるかい？強い、かなり。おい、気をつけろよ。
それ以上向こうへ行くとやられちまうぜ。なんだ、子供じゃねえか、驚かしやがって。見なよ、朝倉の見張りだ。捕まったら最後万門に打ちつけられちまう。ここには何もないぜ。死体あさりならよそにしときな。違う、オイラたち万門の化け物退治に来たんだ。化け物を。ここはもともとオイラたちの村だったんだ。そこにいきなりあの万門が建てられて。あっちにオイラの家があるんだ。話せ、話せよ。あっち側はもう朝倉の陣地になっちまったんだ。殺されちまうぞ。お父っつぁん、おっかー、おっかー。みんな村を捨てて出て行ったけど、オイラは諦めねえぞ。必ずいつか万門を越えてうちに帰るんだ。手伝う。ん？昼は確かに朝倉の兵が見張ってるけど、夜はどうなんだい？バカ言え、夜はもっとヤバいんだぞ。お前ら見たことねえだろ、とんでもねえ化け物があそこら一面に。大丈夫さ。え？うちの兄貴なら心配無用。本当なのか、化け物退治に来たって。本当はただ働きはしねえんだけどさ、飯ごちそうになったから負けといてやる。オイラはドロロ、そっちは百鬼丸の兄貴スケロクだ。坊やが本当に生きていた。お方様、殿がどうなさるおつもりですか。我が大吾の繁栄を阻む者は何人たりとも許しはせぬ。許されることなのでしょうか。何、頑じゃない子供の命を犠牲にして、いずれ報いが来ます。いえ、もしかしたらすでに。では奥はあの頃のまま大吾の国を地獄へ放っておけと申すのか。殿、殿が望まれているのは人々の幸せなのですか。諸国に打ち勝ち、大吾の名を天下に響かせるために、あの子の命を。天下のこと、女にはわかるん。大吾景光が一時ほど前、わずかな兵のみで出かけたようで、夜遊びには物々しく、さりとて大ごとにしたくないというような。みな、朝倉の見張りも引き上げた。そろそろだぜ。なあスケロク、お前の母ちゃんってどんな？ポチャっとして色が白くて村一番のべっぴんだ。ぼた餅作るのも村一番うめえんだぞ。そっか、おっかあと会えたらお前らにもごちそうしてやっかんな。ほんとかい？やったぜ。来た。あれがバンモンの化け物だ。増えたぜ。
狐が全部集まってきたんだ。子供連れの旅の男ね、年の頃は私と同じか少し上だが、さてちょっとお代若、これでおそらくまだこの辺りに逗留していると思うが、ですがあの流れ物を見つけたとしてどうなさるおつもりです？お前たちの報告に父上はひどく驚かれたと言ったな。思い当たる節があるのだ。父上にはおそらくそれは父上と母上の隠されているもの。16年前に消えた赤子の行方、私の知らない何かの答えをあの男が持っているのだとしたら、鬼の子生まれた真っ赤っ山の獣に食わしょうか。おいそこの女若、そのものはお鬼の子じゃ。鬼の子がまた大吾を滅ぼしに戻ってきた。スケロク、スケロク、どこ行っちまったんだよ。おい貴様、そこで何をしている？スケロク、鬼の子とは一体何だ？大吾を滅ぼすとはどういう意味だ？答えろ！若、そのようなもののたわごとは。鬼のたたりじゃ！鬼が赤子を食ろうたんじゃ。手も足も鼻も口も肌も全部、全部、全部。大吾の国にたたりを返しに帰ってきたんじゃ。こいつはまずいね。